石川錦織元六子は日本古代の豪族。くだ系系来人。姓は首。名は、居漁師とも表記する。河内国錦部軍を拠点としたくだ系の来人、錦部氏の詩人と思われる。一族の最初の姓は首で、後作り。天武天皇12年9月に錦部作り一族が村地の姓を賜ったとあり、新鮮聖子録河内国書茂に、 西木ベレン一族は、三好スクネどうぞ、くだら国足古代王の後なりとなっている。日本初期巻第十一によると、仁徳天皇四十一年三月、企画スクネに無礼を働いたという罪で鉄の鎖で、禁爆されて、日本に送られてきた、酒君は、石川西木武士元露子の家に逃げ隠れた。酒君は、元露子子を欺いて、天皇。 すでに真が罪を許した、麻筆。子、何時に、聞けて、勝はむわけ、宇じかにたけしといった、という。しばらくして、仁徳天皇は、酒君の罪を許した。師書に、元のここが登場するのは以上であるが、住吉大社神大記によると、居良氏が、住吉大社の神寮の山よとして仕えたとあり、その山の名前を、二条山など十箇所挙げ、さらに、 押し回答を自らと電磁に引く水をめぐって争ったともある。トライ人たちが南カーチの開発に従事したことを指し示す説はと思われる。ありがとうございます。